小平市観光まちづくり大使の吉本和則です。今は清水エスパルスというチームでプロサッカー選手をしています。僕は小平市出身で小平の街がすごく大好きで、この話まちづくり大使になれてすごく嬉しいです。僕が小平で好きなところはグリーンロードっていう遊歩道で、そこを散歩するのがとても大好きです。あとはふるさと村という歴史を感じられるところも好きなので、皆さんぜひ行ってみてください。今コロナ禍で外になかなか出れなかったり、人と会うことがなかなかできなくてちょっと辛い方もいると思いますが、そういう中でもここを踏ん張ってみんなで乗り越えればまた楽しい生活できる時が来ると思うので、一緒に頑張りましょう。僕は小平出身の J リーガーとして、僕が頑張ることで小平市の方だったり、小平市に住んでない方々に小平市のことを知ってもらったり、小平のことをもっと好きになってもらえるようにこれからも頑張っていきたいと思います。これからも熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。